はい、おはようございます。安水でございます。今日の札幌、ご覧の通りに今ちょうどね、晴れてきましたね。はい、まあね、空を見ると天高く、まあこゆる秋とでもね言いましょうかね。本当に今日は綺麗なね、秋の晴れた日と言ったらいいんでしょうかね。とてもいい雰囲気ですけれどもね。皆様はいかがお過ごしでございましょうかね。なんか清々しいね今日は。はいはいはい、毎年恒例のね、カラス軍団、冬に備えて、はい、虫探しでね、花壇がやられてますね。でやられた花壇のね、こっち側にはね、ご覧いただけますでしょうか。これがホップの実ですね。わかりますか、これですね、これね、はい、綺麗にね、ホップの実がなってますね。これからね、ビールが作られるわけですね。はい、今日の気温は、札幌はこちらのビル、ちょっと今逆光で見えないかな、見えてますでしょうか。11度ですね。今年一番なんていうんですかね、寒い日になっちゃいましたね。はい、ご覧の通りのね、秋晴れで綺麗なんですけど、ここのね、下物ね、花壇もね、まだまだね、綺麗にお花がね咲いてます。はい、私のね、写してる姿もね、一緒に写っちゃってますけどね。綺麗ですね。倍率をちょっと上げてみましょうか。はい、こんな感じでね、綺麗にまだね、お花咲いてますね。実は今日はですね、マイクロフォンね、この間ちょっと課題だって言ってましたけれども、ワイヤレス GO をね、使ってます。まあ、接続にはね、ちょっと線をね、2本ほど使わないと使えないんですけれども、ワイヤレス GO を使ってますけど、音声の方は綺麗にね、入ってますでしょうかね。いかがでございましょうか。いやー、秋だねー。ほれ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 、証拠をお見せしましょう。これカラスね、花壇というか芝生をみんなとほじってね、虫を探してね、食べるんですよね。はい、一方のね、鳩さんの方はね、ご覧いただけますでしょうかね。のんびりと日向ぼっことね、それとカラスと違いましてね、芝生をほじくってね、なんか悪さすることはないですよね。はい、iPhone のね、使って何日目でしょうかね、1週間かそこらぐらいかな。だいぶ使い方もなんとなく分かってきた感じですけれどもね。今ね、純正のアプリを使って撮ってますけれどもね、なかなかこういう一番難しい明るいとこ暗いとこ、本当ね、 iPhone ってなんちゅうのかな、うまく取り上がりますね。ここがちょっとね、憎たらしいとこですよね。はい、今ご覧いただいてる映像がですね、実はちょっと一つね、アプリ買ってみたんですけど、モメントさんですね。それのね、一応ログで撮れるんですよ。でログ撮影を今してるんですけど、どうですかね。はい、まずこれがモメントさんの映像ですね。はい、こちらが標準アプリの映像ですね。はい、何か違いがございますでしょうかね。画面見るとね、結構揺れてるんですけど、再生させるとね、不思議なんですけどね、あの手ぶれがビターっとね、まるで GoPro のようなね、映像が撮れちゃうっていうね、大したもんだよね。はい、それで皆さん、フィルミックプロってどうなんでしょうか。普通に使ってですね、手ぶれ補正がこうちゃんとね、
働くようになってるのかどうか、その辺ちょっとね私も知りたいんですけれども、どうなんでしょうかね。あの手ブレ補正もちゃんと連携して、ピタッとね手ブレも抑えて取ってくれるねアプリなんでしょうかね。ちょっとぜひ教えていただきたいんですけどね。はい、話題のシネマチックモードでね撮ってるんですけどね、結構ねフォーカスがあちこち行ったり来たりね引っ張られやすいんですよね。何回も僕手で手前の方のねお花に合わせてるんですけど、人物が通ると人物にねフォーカスを合わせようとするんですよね。多分僕の、そう人物やなんか追わない設定にできるんでしょうけど、ちょっと今やり方わかんないんでね、今人通らないんでね、まあ、どっちかっていうとあれですかね、ポートレート撮影に向いてるのかな。はい、普通のビデオでね撮りますとこのように被写界深度がもうね、手前から奥までねバッチリ合ったようなね、雰囲気になりますね。はい、それではね改めて倍率の方なんですけどね、 iPhone のいいところはこれ 0.5 倍じゃないですか。はい、これが1倍になりますね。はい、これが ×2 ですね。はい、これが ×3 なわけですよ。何がいいかというとね、録画中にこれをこう何て言うんですか、自在にこういうふうにほら変えられるのがいいですよね。で、さっき言った僕が買ったソフトね、編集何て言ったっけ、アトモスじゃないし、そいつを使うとねこれができないんですよね。これは純正のアプリでしかできないんですよ。これフィルミックプロってこういうことできるんですか？どなたか分かる方教えてください。はい、札幌時計台エリアのところはね大盛況ですね。鐘が鳴ったとこですね。ラッキーだな。全く偶然です。はい、ということでね、私もですね、忙しいんですよね。恐怖の来月のクレジット決済が待っておりまして、これからね北洋銀行になんと50万ですよ。50万下ろして、生活費のね口座に移します。でないと、ブラックリストに私の名前がね載っちゃいますんで、仕方ないですね。 iPhone 買っちゃいましたからね。はい、これもねシネマチックモードで撮ってるんですけどね、どうでしょうか。まあ一応僕の大切なモデルさんですね。はい、こんな感じでね、はい、ちょっと背景がボケてるんですけど、境目やなんかどうですか、自然な感じでね映ってますかね、どうなんでしょうか。はい、ということで急ににわか雨ですね。一気に雨降ってきまして、僕の体にもポツ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 と雨が当たってますよね。レンズにも雨がもう当たってるんじゃないでしょうかね。ということで今日はねマイクテストということでお送りいたしました。いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。さようなら。